新潟を拠点に活動するアイドルグループ NGT48 の運営責任者が14日、都内で山口真帆、23、が暴行被害を受けた事件が表面化してから初めて記者会見を行った。株式会社アクス取締役で運営責任者の松村拓海氏、56、が冒頭、この度の件に関してご迷惑、ご心配をおかけしたこと、メンバー、ファンに不安な思いをさせてしまったこと本当に申し訳ございませんでしたと謝罪。新潟市の専用劇場の支配人に新たに就任した早川舞子氏、44、同副支配人の岡田剛氏、41、も出席し頭を下げた。山口が被害を受けた先月8日から、新潟県警に捜査協力してきた、今村悦郎前支配人は姿を見せなかった。松村氏は、運営側として、河野場での言及を避けてきたことについて、捜査状況を鑑みていたと釈明。メンバーの保護と二次的、三次的な被害が及ばないように、と判断したことから対応が、結果的に後手に回ったとした。被害を受けた山口が先に謝罪してしまったことで、事態が悪化したことについて、私の考えが至らなかったと、運営側のミスを認めた。山口は被害を受けて1ヶ月経っても、運営側の対応に改善が見られなかったことから、不信感を募らせて、告発に踏み切った。この点について、松村氏は、コミュニケーション不足だったと述べた。運営側はこの日、未明、今村氏を事実上更迭とする人事を発表。松村氏は、早川新支配人には、女性の立場を理解して今後盛り上げていってほしいと述べるにとどめた。処遇について、今村氏から辞任の申し出はなく、女性支配人になるのでバックアップしていきたいなどと話しているという。騒動の責任に関して、具体的にどんな言及をしていたかどうかについて、松村氏は明言を避けた。報道陣から事件に関わった男がメンバーと同じマンションに部屋を借りていたのか、山口はメンバーが住んでた向かいの部屋から男が出てきたと言っていたが、一体誰が住んでいたのか、など事件に関わる質問も相次いだが、松村氏は警察の捜査情報に関わることなのでと回答を控え、近く発足する第三者委員会で調査を継続するとした。